こんにちは。NTT 東日本の斉藤太一です。コロナウイルスの影響で試合とちょっと中止になってしまって本当に悔しい思いをしていると思いますが、今は耐えて必ず今まで行ってきた努力は無駄ではないと思うので、今は耐えて時が来たら爆発して、その時まで共に頑張りましょう。あ、出した。